そうです。あ、はい、はーい。まだだ。なんか自己紹介みたいな。ラジオ始まったら最初オープニングでちょっとこちらが話させていただきますので、はい、お待ちください。スターワールドチャンネル。9月16日時刻は5時を回りました。今週もスターワールドチャンネル聞きに来てくれはってほんまおきに、パーソナリティは私佐藤リオとミツとエリ、リモートでラジオを進めさせていただきます。ここからの提供はスターワールド株式会社、大自然クラブ、ハラコちゃん T シャツファミリー、一般社団法人未来プラス社の提供でお送りさせていただきます。 FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube で映像と音声をネット配信しています。今週も17時56分までぜひお付き合いください。はい、よろしくお願いします。ということで、今週も早速ツイキャスのコメントがたくさん来てますので、ちょっと読ませていただきます。オンキキさん、タカボさん、ワッフルボヤさん、カープボイさん、ヤンポさん。はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。はい、カープボイさん、白い悪魔ちゃんって書かれてますよ、エリ。久しぶりの、白い悪魔覚えてくれてるのはカープボイさんだけなんだよな。ありがとうございます。あれですよね、なんか沖縄の方では、ね、このアムロちゃんの花火大会が、今日なのかな、今日なんだ。ね、多分。なんかツイッター見てると、ちょこちょこ上がっていたので、皆さん楽しんでいただきたいなと思いながらも。最近は忙しいですか、ひりちゃん。はいはい、まあそうですね、ありがたいことにバタバタとは。もう今週もちょっと若干、出てくれるんかなってヒヤヒヤしながら。もう。連絡して、はい、ありがとう。セーフと思いながら。はい。よかったなと思いながら。はい。今週も楽しんでいけたらいいなと思いながら。はい、この番組は、ツイキャスを使用した参加型のラジオとしてね、皆様ともコミュニケーションが取れるようなラジオをお送りしていきますので、ぜひ皆さんお気軽に参加していただけると嬉しいなと思っております。はい。では早速前半のコーナー、今週のコーナー行きたいと思うんですけど、今週は第3週目なので、いい街づくりで山本さんにお願いしたいなと思います。では山本さん、よろしくお願いします。お願いします。前回ですね、ちょっとお顔の方が出せなかったんですけど、渡辺京子さん今日は紹介します。はい。前回ね、映像だけで、ね、ずっと映っている状態で、声がね、全然聞こえなかったんで、お話できずにちょっと残念だったなと思ってたんですけど、リベンジしていただけて嬉しいです。横浜の方なんですけど、すごく温厚、はい、で優しくて思いやりがあってよく気がついて、娘さんみたいなんですけど、半年から私よりずーっとしたんです。ちょっと柔らかい雰囲気なんですけど、武道とか、格闘とかって、太極拳を知って、すごく詳しくて、体がしっかりしておられて、武道っていうので、刀の刃先をこう自分に向けると、整うっていう話を聞いて、ました。で、刀の刃先を。ちょっとね、普通の人に見られてはいけないような練習法なんですけど。そうですよね。切れる方を自分に向けるのが、はい、怖いですよね。でも緊張するから、危ないと思うから、ね、姿勢を良くするんですよ。なるほど、ピシッとこう、背筋がピンとなるという。体の癖を取るには、ちょっとでも早いんですよね。怖いから、いい姿勢に。それは刃物だったら結構何でもいいんですか？
できれば見た目の怖い。ね。包丁とかね。包丁とかでも。ね、そうですね。ね、すぐ。すぐとかね。ちょっと嫌な感じが最初しますけども、はい、緊張して自分を整えようとするんですね、体が勝手に。それが面白いんですよ。ちょっとやってみようかなと思ってもね、もやっぱ人がいると。そうですよね。もう本当に一人の空間で向き合わないとね。もうちょっとね、止められると思うんで、一人の時、お部屋で。ちょっとね、しかも、あんまり明るい部屋じゃない方が。あんまりこうね、歯がキラキラすると余計に緊張しちゃうので。刃物ってキラキラしますよね。光物って言われるんで、はい、あんまりキラキラさせると余計に緊張しちゃうので。薄暗い部屋で。薄暗い部屋で。もうそれは絶対に他の人には見られてはいけない姿です。で終わった後に、まあ、3、4分やってみると、はい、自分、すごい姿勢が良くなってるし、呼吸も深くなってるし、ちょっと汗もかきますけど、できればちょっと自分の方に近づけて、近くに。それは怖いですね、確かに。また首のところとか、嫌なところに近づけるのも、バーってこう、体を直していく。ちょっと。やってみようかな。ドキドキして。自分にやり方があるってことですもんね。黙って静かに自分のピンチの状況を作る。確かに体に緊張感を、ね、いろんな健康法があるけれどもね、はい、すごく変わった健康法ですよね。体に緊張感を与えるっていうことですね。そうですね。現代人はストレスが多いので、あえて自分自らストレスを作ってしまう。はい。というのは、面白いです。太極拳はもう何年ぐらいずっとされてるんですか？そうですね。指導の方をお伝えしてきたのは25年ぐらい。すごい。で、年配の方でもみんな足が高く上がるようになってし、孫さんに決まってくれる。すごい。すごい、もう足なんて上がらないですからね、もう。握手するだけで、その人の悪いところ分かるってすごいですよね、やっぱり。ええですよね。握手して、その相手の。相手の体の感覚が伝わってくるんですね。冷えてるところが分かったりとか。え、もうそう。え？どう感じられてんのかがすっごい気になるんですけど。よく動物同士の挨拶でもね、匂い嗅ぎ合ったりとか、はいはいはい。手がくっつけたりとか、そういう感覚は。まあ、手をつないで相手の匂いを嗅ぐっていう言い方はおかしいですけど、そういう、そういう感覚なんですか。言葉とかが一切使わないような感覚。それは、太極拳をずっと続けてこられて、ある日ふとできるようになられたんですか？そうなんです。本当に今おっしゃった通り、ふと、あ、この感じはちょっと健康法として使わせてもらおうって。すごい。すごい。アドバイスさせていただけるようになったので。すごい、ハンドパワーです。ハンドパワー。すごい。相手の細胞と対話するような感じですね。すごいパワーの。はい。あるところで、ちょっとしたきっかけなんですけど、出会って、それからすごく急激に仲良くなって。はい。だから、エスコさんのなんか素晴らしいところも、まあ握手はしなかったんですけど、なんか伝わってきてしまった。同じ良い街づくりでね。はい、やらせてもらってますね。本当にお話聞くとね、素晴らしいのがもう山本さんからこう醸し出されてますからね、本当に。今日も土曜日なんですけど、14人ぐらい集まりまして、はい、で8月
9月、10月の誕生会っていうので、同志に帰って久しぶりに。あ、今お誕生日会やられてるんですね。はい。すごい盛り上がりまして。いいですね、なんかそういう集まりが。ただ、みんなでその良い街づくりって、それぞれのプロフェッショナルが集まってますから、その皆さんに知恵を出していただいて、実はですね、この前、レンタカー借りて静岡沼津から、長野県行って、新潟行って、また埼玉寄って、沼津まで行ったんですけど、すごい、すごい距離。10日間ぐらいかけて、新潟で、味噌作りをしようということで、豆です。ちょっと資料を送らせていただいたので、ちょっと出していただきます。まなみんに写真をちょっと順番に出していただこうかな、と思います。はい、こちらは。豆を茹でて、ぐつぐつな、結構、圧力鍋を使うと早かったんですけど。この豆は、大豆ですか？はい、豆の方、エンドウ豆。エンドウ豆。はい、レシピもね、皆さんに配って、10人ぐらいね、集まって、3人作りまして、それから柔らかく潰して、はい、そして、次の絵なんですけど。はい、次行けますか、はい、はい、これは。麹を入れまして、はい、よく混ぜて、こんな感じで麹って売ってるんですね。はい。そうですね。そして、ハンバーグ作るときみたいに叩きつける、空気を抜くということで、そして、袋に詰めていくんですが、はい、塩で蓋をするんですね。はい。袋の、たくさん、カビが生えてきますから、まあ、はい、チーズのカビと同じように、まあ、食べれるんですけど、まあ、それ、発酵させて、6ヶ月後から、味噌になりますから。というね、やってきました。4枚目かな ?4 枚目ぐらいかな、写真は。はい。よく混ぜて。これ、はい、これが今、今。すごい。これがあれですか、はい、蓋の代わりというか、今のこの、お写真見えてますかね、袋に、もう練って練って、あと攪拌機みたいので、ガーッと練ってね。はい。次の写真なんですけど。はい。はい、こういう感じ。これはマッシュ。はい、はい、はい。もう一つ、もっとここ細かく。はい。はい、こんな風に。ペースト状になるぐらいまで混ぜるという。はい。ってことは、大豆と、この生麹を混ぜて、はい。この状態になるってことですか、混ぜ続けると。はい。6ヶ月が置くんですけど、昔はその家の味噌の味があったと思うんですが、はい。これをね、東京中野区新井薬師の方でも、お店で、今まで、ね、6年間やってきたオーナーさん、女性オーナーさんとね、一緒に今、運動をしていこうと、広めていこうと、とにかく添加物のない生活に戻ろうという、昔の日本に戻ろうっていう、まず食からっていうことですね。なかなかね、こう自分で味噌を作る機会って全然ないので、なんかどうやって作られてるんだろうっていうのがすごい気になってたんで、こう大豆を。日本は発酵食品だから、やっぱり味噌、醤油ってね、豆腐、いろいろ納豆もね、大事ですよね、発酵食品ね。結構短時間でこのお味噌は作れるんですか？いや、5時間かかりましたね。5時間。6ヶ月間置きます。6ヶ月。そうですね。6ヶ月後が楽しみですね。どんな時間だろう。あとは、廃油を混ぜて、石鹸を、石鹸も作れますし。はい。石鹸？廃油をね。はい。で、全国的に、やっぱり、サロンですね。健康サロンを作って、そして、まず水が大事ですから、これから水道の水が飲めなくなるっていうことを聞きまして、なかなかね、井戸も、綺麗な井戸はなかなか少なくなって、そんな感じです。コメントも来てまして、ヤンポーさんから、味噌作りは JA の女性部でやっていました。しかも、女性部の担当までさせられました。はい、味噌作りだけじゃなく、梅干し作りまでさせられました。あ、はい、梅干しもね、
自分で、ね、作られてる方がいらっしゃいましたね。すごいな。なんでもね、基本は、本当だったら手作りした方がいいって言いますもんね。まあね。そうですね。やっぱり、昔の人の知恵を借りて、つなげていかないととは思いますね。今、なかなかね、スーパーに売ってる味噌で、だしが入ってる味噌とか、あれはもう、ありますね。ダメなんですね。添加物で。安いですもんね、しかも。まあそうですね。やっぱ安いには理由があるんだなっていうのが。はい。新潟、はい、長野の教室でも、蚕作り、絹を作ろうっていう、はい、そういった講師の方も来られてましたね。蚕。蚕。はい。絹です。絹糸を作るための。なるほど。蚕から絹糸を取って。はい、そうですね。で、そうやって、こう、絹糸、蚕を取り扱ってる70代、80代、90代の女性の手がツルツルで綺麗らしいです。やっぱり絹はいいんですね。なんか、売ってますもんね、こう、絹のやつで、こう、はい、顔の角質を取ったり、そうそう、するとかいうのとかも、やっぱり、はい。くんですね。ツルツルになるってことは。はい。でこれからやっぱり日本が世界のリーダーとなるっていうことがよく言われてて、まあ2000年前からかかってたらしいんですけど、はい、和を大切、日本のこと、うん、からやっぱり書道、華道、剣道、茶道、ね、合気道、それから相撲、うん、そして、最近ですね、10月14、15と東京体育館で世界大会4年に一度の新極真会空手、の大会が行われますので、そこでもやっぱり精神を統一する武道、礼儀に始まり、礼儀に終わる。これちょっと渡辺京子さんが詳しいので。はい。じゃあ一旦ちょっと写真を閉じてもらおうかなと思います。ちょっと待ってくださいね。写真を閉じていただいて。はい。はい。京子さん、武道の話をお願いします。それで、武道はやっぱり最初にさせていただいた刃物のような、もう本当に、緊張の連続ですよね。礼儀に始まり、礼儀に終わる。礼儀始まり、礼儀終わる。相手にやっぱり礼儀を、相手をちゃんと尊重する。はい、そこが大切で素晴らしいと思います。はい。それで、和を大切にするっていうので、ずっと、続けていきたいと思います。で、その、9月の空手世界大会ね。はい、まあ、あれが、渋谷の、はい、スクランブル交差点第1画面。はい、はい。あそこにも、そうですね、さらにポスター、それから、秋葉原のところ、うん、駅の構内とか、それから、あと、新橋の大ビジョンとか、それから、いろいろな駅にもね、載って、雑誌、日刊現代とか、雑誌も新聞も、空手大会に載ってますので、よかったら、日本の、武道ですので、ぜひとも、見に行っていただきたいなと思います。うん、そうですね。だってこう、やっぱ空手はね、精神鍛えるって言いますしね、はい、なんか、はい、はい、大事なことですね。その太極拳もそうですけど、やっぱ、はい、ね、こう、自分の中の、何かを整えるっていうことは結構大事だなと。はい、そうですね。そうですね。ね。心身ともにね、健康して、早寝早起きして、朝早く、うん、そして食事も転換なしで、ここに集まってくださいちょっと電波があるかもしれない。ちょっと電波が途切れちゃってる。途切れちゃったかもしれないですね。プロのカメラマンがいたりとか、はい。いろいろ障害者関係の、ちょうど、ここに集まってくださってる皆さんも、なるほど。障害者施設のことを詳しくて、はい、そういうことをしたりですとか、いろいろ、やろうとして、ことをちょっとプロに来ていただいて、じゃあ建築家とかですね、出ます。で、良い街づくり、とにかくそこにボランティアではなくて、ちゃんとお給料30万、50万、100万出しますよっていうのが、もうあと半年ぐらいでできるかな。まあまあ、そんなに長くはかからずにね、
で、足立区の方にも、横浜の方にも、それから、新潟も長野も、それから四国も、沖縄も、すごい広がってってる。もう北海道も、もう本当、全47都道府県に、あの、良い理由を考えて、国にも頼らない、NPO にもしない、そういう感じでやろうと思ってます。京子さん。協力させていただいてます。寺子屋でね、教えていただいたらね。はい。ですね、いい環境づくり、いい体づくり。はい。あ、じゃあ、渡辺さんは、あれですね。いい体づくり部門としての担当の先生、先生なんですね。健康目的の。なるほど。させていただくような形になっていきます。ありがたいです。なるほど。ちょっとね、音声が一瞬途切れてたんですけど、今日この集まられている方たちも、皆さん、こう、はい、いい街づくりのために、はい、協力されている方ということで、はい、いろんな方がおられるんですか。はい、写真家のプロだったり、はい、障害者関係のことで、いろいろアドバイスいただいたり、とにかく、健康ですね。水から何から何から何まで健康の館を作ろうということで、皆さんで集まって、すごいね、大事なところだけが、大事なところが、途切れちゃうという、あれで、方に、来ていただく、止まってるから。ちょっと固まっちゃってますね。あ、ちょっと電波が悪いですね。障害者の方だったね。なんかね、したいのかな。はい。あの、障害者関係のことだったり、プロのカメラマンだったり、はい。から、まあ、一緒に皆さんでね、健康です。とにかく健康。健康第一。一番ですからね。はい。本当に、早く起きてね、やっぱり。いろんな各場所に皆さんそれぞれこう、協力してくださる方がたくさんいるんだなっていうのを今聞いて、すごい驚いてるんですけど、はい。長野県だったり、新潟だったり、沖縄だったり、なんか北だったりと聞いて。そう、今回このお味噌作りされたのも新潟でって言われてたんで、どういう、はい、ね、横浜からこう新潟へっていう、すごいなっていう。はい。今日は中野区荒井薬師で、はい、話し合ってます。なるほど。みんなお誕生日会のね、途中で。集めて、はい。うん。どこか。うん。はい。他にもね、あ、どうぞ。こんな感じ。あれ、いろんな方。今日お誕生日会をされているそうですよ。いろいろな方が。紹介したいと思います。はい、この方がですね。はい。日舞、日本舞踊、アモプロの方が、お目にかかれてる、カジヤ・テルノジョという方です。YouTube に出てますね。YouTube にも。あります。はい。始めまして。お願いします。お願いします。いい感じの登場の仕方ですね、この背景。前回はお腹を見せちゃいました。すいません。前回お腹を見させていただきました。京子さんのご主人さん。なるほど。楽しそうな雰囲気がすごく伝わってきます。あら、お綺麗な方が。皆さんプロフェッショナルの方ばっかりですね。すごいですね。山本さんの人脈はどうなっているんですか？もうそこが一番私としては。すごい。気になるところ。ここ行けば棒に当たるですからね。私が勝手にエツコさん気に入っちゃって。いや、本当に。パワーがあるから、こう、人が寄ってくるんでしょうね。そんな人が集まられるんだなって。あの、動物のようにそばにいるような。お恥ずかしいですね。あとはやっぱりピアノ弾く人とか、バイオリンとかドラムとか、
音大を出て仕事がない方、うん、皆さん、介護施設とか、いろんなこう、うん、コミュニティの場所で、弾いていただいたら、はい、お給料たくさん出させていただきます。ぜひ、素晴らしい。好きなことを、はい。好きなことを。本当にこうね、毎月いろんな情報をこう聞かせていただきながら、どんどんこう広がっていってるんだなってこう実感もできますし、本当にすごいなと思ってます。ね、全然しかもそんなにたくさん協力してくださる方が周りにおられるっていうのはね、本当に。はい。エスコさんの力だと思いますね。すごい。今度ね、今度、あの、民族衣装のファッションショーを計画してるんですよ。楽しそう。だから、出てください、ぜひ。出てください。民族衣装。どの民族衣装にしようかな。ねえ、どれが似合うんだろう。どれがいいかな。はい。いきます。こんなラジオの、ね、場所を提供していただいてありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。こちらこそ。はい。いや、でも、そろそろお時間が来てしまいましたので、はい、今月はちょっと物作りをね、はい、新潟県でやるなという情報と、渡辺さんのね、情報も初めてお話、お聞きできたので、よかったなと思います。はい。では、今週の前半コーナー、いい街づくりはここまでということで、はい、一旦ここで CM に入らせていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。CM ですかね。はい。はい、あ、もう抜けられました。はい。すごい。すごい、もう。タイミングぴったりじゃないですか。ありがとうございましたって言う前に。ね、言う前に。あーってなっちゃう。うん。面白い。やっぱね、パワーがある人って人がやっぱ集まるんですね。うん、多分人から人っていう感じでね、うん、どん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 輪が広がって、ね。いろんな方が。お誕生日会やられながら配信されるってなかなか、ね、それに、次々、皆さんで出てきたのが、ちょっと、めちゃくちゃいい感じでしたね。ね、あの、宇宙の、うん、宇宙の背景から、次々こう出てこられるっていう。面白かった。楽しそうな雰囲気がすごく伝わってきて、ね、めちゃくちゃいい。うん。うん。はい。今日はね、ちょっとマナミンに入っていただきながらね。後半は進めていこうかなと思っているので。はい、お願いします。お願いします。あ、はい、ありがとうございます。いいな、あの、手を触っただけで。ねえ。はい、悪いところばかりって渡辺さん言ってましたけどね。あ、そうか、そっちか。すごいよね。そんなこと、なんかこう、なんか来るんかなって、なんかめっちゃ気になる。ねえ。対局券25年。ぐらいやってたら、そういうパワーがみなぎるのかな。あるのかな。ちょっと整体してほしいですもんね。整体をやられ、ちょっと途切れ途切れでね、ちょっとわからなかったところだと思う。わかりました。ね、整体やられてるっていうことですよね。うん。なんで、やってもらいたいよね、そう。もう。ね、で握手したよね、まず最初に。うん、でもちょっと怖い。はい。スターワールドチャンネル、はい、後半も始まりました。なんかね、2件ぐらいメール送りましたみたいなコメントをいただいてた気がしたんですけど、うん、1件かな、はい、あ、2件ですね。2件来てます。さきさんとめいちゃんさん、進撃のめいちゃんさんから。はい、じゃあ、はい、マナミズ呼んでもらおう。はい、はい、まず、ヤンキチさんから。リオちゃん、エリちゃん、こんばんは、ヤンキチです。今週のおすすめの映画、僕のワンダフルジャーニー、2019年作。はい、はい、愛犬がつなぐ家族の絆に幸せな、うん、幸せな涙が溢れ出す心温まる物語。
ということで、PS、エリちゃんは見てそう、ヤン吉でも涙しますよってことです。はい、ああ、すごい。さすが。すごい。さすがですね。やっぱね、ドッキリキャッシュが終わっちゃったかな。はい、今、再開します、はい。ありがとうございます。でもすごいね、心あったかくなるような作品ですよ。うん、私もその映画はちょっと気になってた、その、映像じゃなくて、予告編というか見て、実際は見れてないんですけど、絶対感動するんだろうなとか、ね。だって私、ワンちゃん買ったことないですけど、それでもやっぱあれだから、もうね、ワンちゃんがそばにいる人とかからしたらもっと、ね、きっとね、感情移入しちゃうんだろうなっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。見てみないといかん。本当に見てみね。そして、進撃のめいちゃんさんから。はい。今日はついに安室奈美恵さんの最後の花火大会なのに。そうなんだ。そうです、そうです、そうです。この天気。今ちなみに、スタジオから見る感じだと、太陽は出てるんですよ。はい、うん、太陽はというか光はあるんですけど、でもやっぱ雨降ったり、雷鳴ったりって雨降ってるんですか。はい。なんかね、今、洪水警報発令されましたっていうコメントがあったあらま。はい。で、メールの続きなんですが、安室ちゃんファンの皆さんは、雨雲レーダーなどをチェックしながら、雨が晴れることを願っている状態。朝は晴れていたのに、ということで、ピンポイントにこの辺だけ、振ります。かっこ笑って。また当日に中止か明日に延期ありえそうですね。では、そう。延期もあるんだ。そう。あ、いや、でも、まあ、延期だったらね。ないと思います。この安室ちゃんのやつに限ってはなかった気が、予備日は聞いてない気がしますけどね。でも一応ね、雨でもね、花火って上げれるらしいんで、あ、花火だけ上がるんじゃないですかね。どうなんでしょう。もう設置されてたら上げてしまわないと、持って帰ることできないんでね、多分。ですよね、そうですね。で、上村さんが言ってたんで。あ、そうなんですね。雨でも花火は行くよっていう。今、虹が上がってるそうですよ。そう、でもめっちゃ。ね、なんかだから、降ったりやんだり、降ったりやんだりって。でもね、まだ5時半です。まだ、そう、わかんないですよ。うん、楽しみにね、待たれてる方も。ねえ、今年で最後なんですね。そう、5年っていう最初から、この、決まってそう、決まってそう、5年目になるんだ。はい。ねえ。まなみん今日ね、なんか、インタビューしてる動画、私、ちらっと見ましたよ。コメントも来てましたよ、アムラーに。そう、実は、花火大会の前に、うん、この同じ会場で、もともと、宜野湾市がハートプロジェクトっていうのをやってて、このポストがあるんですよ、オリジナルの。ピンクいポストなんですけど、このポストに郵便物投函すると、この安室奈美恵さんの、なんかオリジナルのイラストの印鑑っていうんですか、消し印が、押されるポストがあって。そういうことをさ、はい、で、それが今日やっぱ、はい。そうそう、引退の日がやっぱりファンにとっては特別らしくて、この今日の日付、消し印が押されるのはやっぱ特別なので、今日は、そうそう、朝からすごい列をなして、ファンの方が並んで。なりますよね、間違いなく。すごかったです、ファンの皆さん。それに行かれてたんです。はい、東京とかから来てました。私一人男性の方にインタビューしたんですけど、東京から来てましたよ。はい、やっぱ行きますよね、ファンだったら。しかも最後って言ってたら余計にね、余計に行きますよね。ですよね。はい、楽しまれてほしいなと思います。進撃のめいちゃんさんが写真を載せたのでツイキャス画像を載せても構いません。なるほど。ちょっと出せたら出します。はい、あとで。じゃあその、はい、その間にじゃないですけど。ないけど、次行っちゃいましょう。じゃあ、今度私の、そうか、先にエリちゃんの画像から出してもらった方がいいのかな。あら、ちょっと忙しくなっちゃったら、ごめんなさい。あ、
そうです、そうです。はい、今日紹介するのは、韓国映画ですね。うん、犯罪都市という。韓国か。韓国の映画なんですけど、うん、この、画像出てるかな。まあ、ドンソクさんっていうこの右の、ちょっと、ごつい人が、はい、なんか、最初ゾンビ映画かなんかでこの人見て、はい。いいなと思って、この俳優さんを追っていろんな作品を今週見てたんですけど、うんうん、この人が出てる作品を。うん、そのま、犯罪都市っていう映画は、なんか、2004年に実際に起こった事件をもとに作られている作品で。あ、実話なんだ。実話強行犯っていうんですか、警察この、ま、一番右側の大きい人は、警察ですね。警察。なるほど。こわもての警察も、ナイフとかが来ても素手で立ち向かう。ちょっともう、最強な、ちょっともう飛び抜けてる警察と、中国の、なんて言うんですか、ヤクザみたいな、マフィアみたいな。マフィアみたいな。中国マフィアとか韓国マフィアと警察を描いた。うん。の戦いを描いた作品なんですけど。そう、まあ、ちょっと、私、予告見ました。エリちゃんが今日紹介するって聞いて、見たけど、結構、なんか、面白そうよね。その右の、すごい。右の方が結構、なんか、コメディーもちょっと混じってるのか。うんうん。なんかね、みんな、なんか笑える感じもあるし、アクションもあるし、カーアクションみたいになったりもするし、すごい見やすいし、面白いし、エンターテインメントみたいな。だけど、まあ、実際に起きてる事件の話だから、ちゃんとそういうところも描かれてるし、みたいなんで面白かったので。これ、なんか、私が今紹介した今日のやつは2作目なんですよ。あ、本当は、第1作、前作がもう一個前にあって、これが2作目で、今3作目を作ってる最中らしい。なんか、だから、韓国では多分人気、ね。結構人気な。はい。なんで、ちょっと、見てもらえたらなと思ってご紹介します。だって、このポスターの下にもね、韓国で5人に1人が、見た、うん、メガヒット作って書いてあるから。そうそうそう。ね、結構、流行った映画なんだな。でも、これは確かに面白そう。左の人が、まあ、なんていうんですか、マフィアじゃないけど、悪みたいな悪者なんですけど、うん、犯罪のね。うん、で、この人がめちゃくちゃ怖くて。で、やっぱ韓国の俳優さんってやっぱ韓国の人うまいなぁと、思ってしまうというか、目からもうなんか普通の人じゃない。そういう顔をね、その俳優さんなんですけど。役作り。うん。そう、だから、お芝居してる身としては、やっぱり、そう、韓国の俳優さんってやっぱすごいなぁと思って。へぇー。はい、おすすめなので、見てみてください。はい、ぜひ、皆さん。はい。画像ありがとうございます。ありがとうございます。薬剤映画。薬剤。そう。もちろんね、いろんな役も出てきますしね。はい。いろんなぶっ飛んでる映画ですけど。見てみてください。はい。はい。ということで、めいちゃんさんのはツイキャスか、ツイッターかなんかに載せますか？そうですね。そうですね。後でまたもらって、はい、またもらってね。はい。はい、虹、久々に。ね。素敵な虹の写真がきっと送られてるんだと思うんで、また。はい。ツイッターか何かでアップさせていただきますね。はい、お願いします、うん。はい。はい。ということで、今週後半のテーマね、はい、今日テーマというか、みたいな話なんですけど、うん、最近ね、私めちゃくちゃ金縛りに遭うんですよ。じゃあ、それは、もう急なんですけど、疲れてるんよ。疲れてるんよ、それは。エリちゃん。夏終わってきたんですけど、まぁ、あ、ちょっとそっちもちょっとヒヤッとしたいかなと思って。なるほどね。まだちょっと暑い日が続くからね。暑い日が続くから。そうで、それで最近めちゃくちゃ金縛りに合うなっていうのから思いついたんですけど、うん、なんか皆さんも、最近でもまあいいんですけど、ゾッとした話実体験。ゾッとした話ね。夢でもいいですよ。なんか見た、怖かった夢の話とかでもいいんですけど、なんかそういうのを話せたらなぁと思って。なるほどね。夢か。うん、私ね、寝たら本当に、もう次の日なんですよね。本当に。あ夢見ない人ですか？夢見ない。そう。ああ。夢、
夢本当に見ないよね。そう。金縛りはなんか昔あったことあるよ。なんか学生の頃に。あれ本当に動けないよね。動けないです。であれなんかもう、うん、その怖い話ではなくて、脳は起きてるけど体が寝てる？なんかどっちかなんですよね。あ、そうなの？体が起きちゃったけど脳が寝てるから動けないから、なんかそういう、なんか、そういう心理らしいですよ。そういうことね。だって声も出んし、なんか目も開けれんし、うん、このままどうなっちゃうよ。ねえ、そう。不思議な。私も最近そう、何回かあるんですよね。で、夢の中で怖い夢見てたりとかもしてるから、なんかそれがこう、現実みたいになっちゃうみたいな。分かった。エリちゃん、ホラー見すぎよ。うん、絶対そうやん。いや、それはかもしれないですね。うん、今、ふとよぎったよ。そういや、うん、なんか、ホラー結構見てるって言ってたなと思って。絶対それが原因やで。それか。無意識に意識してるのかもしれないですね。うん、だからそうなるからホラー見られへんのよね。ああ。怖いから。やっぱお風呂入るのも怖いし。あ、まあ、ね、確かにお風呂怖い。ホラーもね、お風呂怖い。うん。うん何つけさんから一言でまとめたって言われて。いやね、ふと思っちゃって。ふと。ホラーやんと思って。え、なんかそういう、なんか、怖い思いしたこととかないですか、うん、リオさんは。怖い思いか。怖い。え、その、ホラー系はない。見えないし。あ、私は見えないですよ。見えないし、うん、基本、見ないようにしてるから、うん、そのホラーの番組とかも。ああ。お化け屋敷も行かんし。ああ。なんで、どっちかというとなんか、こう、虫系で、虫とかがこう、うんうん、ズボンの中入ってたとかいう、そういうのヒヤッとした。ああ、それは確かにヒヤッとする。あるけど、っていうぐらいかな。なんか、ズボン履いたら、なんかゴソゴソしてるなと思ったら、なんか虫がおって、みたいなもん。うん、ああ、それこそ。もう、いや、せもん。ゾクッとした話、ね。感じかな。私は子供の時に、うん、なんか、友達の家の玄関に靴を置いてて、うん、帰る時に、靴を履こうと思ったら、中から、うん、多分ちっちゃいヤモリだと思うんですけど、ヤモリが出てきて、うん、別にヤモリは別に嫌いじゃないんですけど、私。でもなんか、あれから結構それがトラウマで、靴履く前に絶対こう、やっちゃうって、未だにこう、なんかやっちゃうんですよね、ああいうトラウマで。一回やるとね。なんか出てきたっていう。そうやね。確かに、それは。だから私もズボン履くとき一回絶対もう、うん、ねえ、こうやって。ねえ、ちょっとね、ゾッとすぎますよね、それはね。裏向けてみたりしてからしか履かれんなと思いながらね。まなみはなんか怖い夢みたいなとこありますか？あ、私怖い夢っていうよりは、去年初めて金縛りっぽいのにあったんですよ。うん、おー、その時に、その私があった、うん、この金縛りっぽいやつが、うん、なんかこの耳元でめっちゃ足音するみたいな、うん、怖っ、そう、なんか絶対目開けたくないじゃないですか、うんうんうん、でもなんか絶対目開けたくないって思って、うん、でもなんか目がなんか開くんですよね、目開くの、怖い、逆にで、なんか絶対開けれるよ、なんか絶対つぶっときたいみたいな感じで、もうそれでめっちゃ葛藤し、もうしてた、すごい、それがめっちゃ怖かったです。音って怖いですよね。めっちゃ怖いですよ。怖いんですよ。まあ、それはないわ。怖っ。そう、だから初めてそれになったので、そうそう。だから、ね、よく会うってさっき、エリさん言ってたから。最近そうなんですよ。よく会うのは怖い。もう、ね、エリちゃんはもう動かんだけ？動かんだけ？何も見えない、聞こえない。あ、見えたりはしないです。でもなんか、こう、重たい。なんだろう。
誰、なんていうんですか、その、例えば、こう寝てて、誰か通ったな、みたいな感覚はあるんですよ。うん、誰も通ってないんですよ。誰も通ってないし、うん、音も聞こえてないんで、なんか誰か通ったなと思って起きよう、うん、それで起きようとしたら起きれないみたいな。目が開かないみたいな。でもなんかそれ、なんか自分のその家とか怖いなと思うじゃないですか。うん。うん、だからなんか友達の家に泊まりに行った時もなったりとかしてたんで、家じゃないんだなと思ってた。なるほど、ね。だから多分脳が寝てるの、起きてるのに体が寝てるみたいな、うん、なんかそういう、そっちのあれなんだなと思って。またあれやね、絶対マナミンとは違う感じの縛りってことやね、うんうん。なんかいろんな種類あるんやんな。怖い。ヤンポーさんが、取り憑かれた経験があるってコメントが、はいはい。恐ろしいことか書いてますね。めちゃくちゃ怖い。しかも、金縛りは上に知らないおっちゃんが乗っていた。一番怖い。誰よりも怖い。ちゃんとした金縛り受けてる人がいます。ヤンキチさんは自転車でハブを引いたときは逃げた。いやー。あ、沖縄あるある？何なんだろう、これ。沖縄でしか。ハブ引かないんじゃないですか、でも。ハブを引くって。逆になんか、逆に縁起いいんじゃないですか、そんな格好で。なかなかないみたいな。一周回って。一周回って縁起がいいかもしれない。でも、ヤンキチさん、夢、かわいいこと書いてますよ。夢に怪獣が出てきて焦った。かわいい。かわいい夢見てますね。カープボーイさんが、ずっとする話って言った、はい、YouTube で多分聞けると思うんだけど、ラジオ沖縄でやっていた、琉球トラウマナイト、こうなんていうの、カンコドリが鳴く夜っていうのが怖いらしいです。怖そうやね。もう、ちょっともう、大きい声で。その題名。題名。それ聞いてみたら絶対また悲しがりありますもん。聞けないけど、でも怖そう。うん、もうほんまに、明るい時間に、聞きたいですね。聞くならば、怖いから。ハッピルマに聞かないと危ない。怖い怖い。で、ワッフルボーヤさんのちょっとした話も可愛いですよ。はい、買ったばかりの靴下を2回目履くときに穴が開いててゾワッとした。早くない？穴開くの。2回目なのに。2回目なのに。どんだけ爪伸びてたんだろうかっていうね。面白い。進撃のメイちゃんさんはめちゃくちゃ酔ってて帰ろうとしたら財布に500円しか入ってなかったって言おうとした。確かに。いやー、ゾッとする。ゾッとする。土砂降りの雨が降ってるそうですよ、今は。またトイレも行列があっていうコメントが。ね、大変。やんでくれるといいですね。ね、ほんとに。ということで、一旦 CM に行きますか。ということで、はい。うん、お願いします。はい。ありがとうございます。あ、じゃあ、もしかしたら、その雲が、雲が移動して。本当に。ね。まだきっと時間はあるんでね。多分、晴れるでしょ。晴れる。もうないね。時を、時が過ぎるのを待つだけ。ないです、ないです。でもなんか、その、夢の怖い夢を見てた時にあった金縛りの時は、その夢の中で家族が出てきて、でも私はなんか金縛りに合ってるんですよ。その現実みたいな感じで合ってる中で、家族がなんかすごいのんきに横からなんかすごいくだらない話をしてくるんですよ。なんか本当になんか日常会話の、そう、そうで、こっちはもう助けてするところじゃないみたいになってて、
なんか一生懸命手伸ばしてるんですけど、なんか家族はなんか、何何みたいな感じですごい気づいてくれなくて。変わらない。でもなんか、めっちゃ私が手を伸ばすから、うん、なんか家族がこう、ポイみたいな、その手をパッて掴んでくれたら、起きれた、みたいなことはあります。うん、おー、そんなもあるんか。うん。なるほどね。おっちゃんは上に乗ってなかった。乗ってない。誰も乗ってない。私はただ起きれないってなってる。はい。はい。あ、充電ね、充電がなくて、ゾッとするもありますよね。ああ、うん。あるあるある。うん、はい。スターワールドチャンネル。はい、じゃあ、コメントでね、リオちゃん夜中メールしようかなとヤンキチさんから絶対怖い話送ってきようと怖い画像が送られてきますね、絶対そのもう夜中は開かないですよはい。では最後はクイズをして終わりたいなと思いますが、はい、9月16日はね、今日はなんか競馬の日みたいなので、競馬のクイズなんかあるのかなと思ってたらあったので、その競馬クイズでいきたいと思います。はい、はい。では1問目いきたいと思います。現在の競馬の基礎ができた国はどこでしょうかということでね。現在の競馬の基礎ができた国はどこでしょうか?1 番日本、2番アメリカ、3番イギリス。はい、競馬の、現在の競馬の基礎ができた国はどこでしょうか?1 番日本、2番アメリカ、3番イギリス。えりちゃんは3番。私も3かな。あ、多分3番。お、3が多いですね。おー、みんな3。おー。沖縄大好きさんも3。あ、ワッフルボヤさんは、ジャポン。ジャポン。1番。基礎ってなんだ。2番。あ、よかった。なんかいい感じに分かれ出してる。ね、ちょっと待ってよかったよ。みんな3やんとか言って思いながら。はい。じゃあ、そろそろ答えいこうかなと思いますが、正解は、そう、3番のイギリスなんですね。はい。競馬で行われる現在の形式の競馬の基礎は16世紀のイギリスで誕生したと言われておりますと、ということらしくて。はい。じゃあ2問目いこうかなと思います。はい、2問目。短距離を得意とする、競走馬を何というでしょうか短距離を得意とする競走馬を何と言うでしょうか?1番、スプリンター。2番、スプリンクラー。3番、スプラッシュ。短距離を得意とする、競走馬を何と言うでしょうか?1番、スプリンター。2番、スプリンクラー。3番、スプラッシュ。エリちゃんは1番。3? ワナビンは3番。皆さんは、ヤンポーさんは3番、沖縄大好きさんは4番、スーパーメイゴーサー。なんじゃ、はい、その、進撃のメイちゃんさんが、進撃のメイちゃんさんが4番は大喜利ですか?そうなんですよ。なんか分からないですけどね。4番は大喜利です。皆さん、大喜利を始めてますけど。皆さんいろんなこと言ってますね。スプラトゥーンとかね。スプライトスプラッシュ。はい。名前かっこいい。何が見えているんでしょうかね。三択ですよ、ということですが。はい。では、そろそろ正解いきたいと思います。はい。正解は、はい、エリちゃん正解ですね。1番のスプリンターです。やった。短距離走を得意とする競走馬はスプリンターと呼ばれます。胴が短く、筋肉質な大型の馬に、スプリンターの特性があると言われています。と、うん、いうか、はい。じゃあ、最後3問目いけるかな、はい、いっちゃいます。はい。はい、日本では、競走馬の名前には、カタカナしか使用できません。
さらに文字数の上限が決められているそうです。正しいものはどれでしょう、うん、?1 番、9文字以内。2番、19文字以内。3番、29文字以内。日本では競走馬の名前にはカタカナしか使用できません。さらに文字数の上限が決められています。正しいものはどれでしょう ?1 番、9文字以内。2番、19文字以内。3番、29文字以内。はい。1番かな？お、1番、2番、分かれてますね。お、何番？お、なんかいいね。あ、分かれてますね。ありがとうございます。はい。分かれてます。はい、では、正解いきたいと思います。正解は、1番の9文字以内です。はい。こんな感じで、カタカナで2文字以上9文字以内という制限があるそうです。はい。さて、ね、こんな感じで、今週のクイズは、おちまいということで、最後はエリちゃんに締めていただこうかな、と思います。はい。今週もたくさんコメントありがとうございました。はい。今週はあれですね。なかったですね。無茶ぶりが。あったのかな？あったのかな？あったかもしれないよね。あったかもしれないけど。ボーイさんあたりからあったかもしれない。あ、本当ですか？あったかもしれない。ギリギリ。なかったギリギリ。ギリギリって。そう。まあ、安全な放送になれてよかったなと思います。はい。来週も土曜日17時からのスタートチャンネルよろしくお願いします。はい、ほんま、おきに。おきに。